ニコライ・レザノフ、ニコライ・ペトロービッチ、レザノフ、ニコライ・ペトロービッチ・レザノーブ、ロ、ニコライ・ペトロービッチ・レザーノフ、1764年4月8日、ユリウス歴3月28日から1807年3月13日は、ロシア帝国の外交官、極東及びアメリカ大陸への進出に関わり、ロシアによるアラスカ及びカリフォルニアの植民地化を推進した。 ロベイ会社、ロシア領アメリカ系側会社を設立したほか、クルーゼンシュテルンによるロシア発の世界一就航会、1803年を講演し、自ら隊長として日本まで同行した。この日本来航、1804年、文化元年はアダム・ラクスマンに続く第二次使い費施設としてのものである。土日辞書の他多くの著書は自身も会員だった。 サンクトペテルブルクのロシア科学ア赤ーの図書館に保存されている。彼は四十代で死んだが、その早い死はロシア及びアメリカ大陸の運命に大きな影響を与えた。サンクトペテルブルクに生まれる。十四歳の頃にはすでに五カ国語をマスターしていたと言われる。1778年、砲兵学校を出て、この遺伝隊に入隊。百八十二年には退役して、 地方裁判所の判事となり、1787年には、サンクトペテルブルク裁判所勤務、後海軍省時間秘書などを務めた。1791年には、デルジャービン配下の官房長となる。この数年前、レザノフは、毛皮商人のグリゴリー・シェリホフと知り合った。シェリホフは、シェリホフ・ゴリコフ毛皮会社、シェルコーブ、ゴコブ・ファーカンパニーを設立し、アラスカ、北。 太平洋方面への植民や公易活動を行っていた。シェリホフの娘アンナと結婚して会社と事業の拡大を進めた。1795年にシェリホフが死ぬと彼は会社の指導者となった。レザノフは女帝エカチェリーナ2世の末期と新皇帝パーベル1世の宮帝をうまく立ち回り、1799年に合同アメリカ会社の経営者となり、 同社は1800年に国策会社ロベー会社、ロリオアメリカ会社発展した。ロベー会社設立の直挙が降りたのはパーベル一世が暗殺される直前であった。ロベー会社は20年間にわたり、アメリカ大陸北西部の北緯55度以北の海岸地帯、アラスカからカムチャツカに伸びるアリューシャン列島、及びカムチャツカから南へ伸びるチシマ列島の統治を許可された。 小規模な公益会社や、毛川商人をこの地の毛川公益から押し出した、ロベイ社の直居は、総支配人レザノフ及び、会社の出資者だった宮廷の成員に、多大な収入をもたらしたが、間もなく、管理の失敗と、食料不足で、アラスカ方面の統治は混乱し、会社は大きな損失を出した。レザノフは、ロベイ会社の食料難かや、 経営改善には南にある日本との交易が重要と考えて、県費施設の派遣を宮廷に働きかけた。これより、前の1792年に、日本人漂流民の大国や高大有一行を、返還する目的で通称を求めたアダム・ラクスマンと、日本の江戸幕府老住職の松平・貞信との間に、国交樹立の約束が交わされていたが、レザノフは、この履行を求めた。 彼は日本人漂流民の津田ゆ一行を創刊する名目で県秘施設としてロシア皇帝アレクサンドル一世の新章を携えた正式な施設団を率いることとなり正式な国交樹立のために通行許可証である心配を携えアーダム・ヨハンフォン・クルーゼンシテルンの世界一周公海艦隊の隊長としてペテルブルクから出港し南米周りで太平洋を航海して カムチャツカへ到着した。公開中、悲観なジェージタ号の艦長クルーゼンシテルンと激しく対立しつつ、レザノフは、ツタユと同じ日本人漂流民の全録から、日本語を学び辞書を作った。1804年、文化元年9月に、長崎の出島に来航する。交渉相手のサダノブは、朝廷との尊号一見により、老中職から失脚し、幕府は、 外交能力を失っており、代わりに、老中、ドイ・トシアツが担当した。ドイから意見を求められた、林十歳は、ロシアとの通称は、祖相の法に反するために拒絶すべきであるが、ダクスマンの時に、心配を与えた経緯がある以上、礼節をもって、レザノフを説得するしかないと説いた。だが、ドイはレザノフに、腹の立つような、乱暴な応接をすれば、ロシアは怒って二度とこなく、 なるだろう。もしもロシアがそれを理由に武力を行使しても、日本の武士はいささかも遅れは取らないと主張したという、東京大学資料編纂所書所蔵、大川知文書、林十歳書館。その結果、レザノフたちは、半年間出島近くに留め置かれることになる。当初は、長崎周辺の会場で待たされ、出島付近に幕府が設営した滞在所への上陸が認められたのは、 来航から約2ヶ月後だった。この間、奉行者の剣士が、レザノフラの元を訪問しており、その中には、長崎奉行所に赴任していた、大田南保もいた。翌年には、長崎奉行所において、長崎奉行、東山影国、東山影元の父から、東山、中国、朝鮮、琉球、高網、オランダ以外の国と通信、通称の関係を持たないのが、 朝廷歴制の方で議論の余地はないとして装備も食料も不十分のまま通称の拒絶を通告される。レザノフは1805年4月に長崎を去りカムチャツカへ向かった。カムチャツカには彼に対して極東に留まりロベー会社の営業地である北太平洋やアラスカを視察して混乱を立て直すよう命令が届いていた。この時期アラスカ海岸では トリンギット族とロベイ会社の戦争が続き、1804年の死とかの戦いでようやく事態が収まったところであった。彼はアリューシャン列島図体にアラスカの本拠であるノボアルハンゲリスク、現在のアラスカ州南部、死とかに向かい、毛皮の乱獲の防止、会社の規則に違反する社員の処刑、小学校や図書館や栄養学校の開設などを行った。 1806年の春、飢餓に苦しむ冬が去ると、レザノフは沿岸に寄港するアメリカ人船長から船を買い、スペイン領カリフォルニア、アルタカリフォルニアへ船でした。この航海には、ヌエバ・エスパーニアとの間に協定を結び、年に回航駅を行って、食糧難のアラスカに、メキシコの食糧を備蓄する狙いもあった。途中で大嵐にあったため、当初の目的であったコロンビア側川,川口付近。 現在のワシントン州及びオレゴン州のロシア領有宣言を行うことはできなかったがサンフランシスコ港に到達し闘病することができた。レザノフは現地のスペイン人たちからの敬意を受け連日連夜の大歓迎の祝宴でもてなされた。しかしスペイン法によりスペイン植民地は外国勢力との交易が禁じられていることをレザノフは知られカリフォルニアの官僚たちも バイロ、買収に応じず、交渉は不調に終わった。この時、サンフランシスコであったアルタカリフォルニア総督、ホセガリオ・アルゲージョ、ジョセデリオ・アーグウェロの15歳の娘コンセプシオン、コンチータと、総始相愛となり、ロシア側聖職者の反対も押し切って婚約することになった。スペイン政府とロシアとの条約を前向きに考える、要現地官僚と約束し、 サンフランシスコ到着から6週間後、レザノフ一行はアラスカのノボアルハンゲリスクへと食料を満載して帰った。レザノフはアラスカからすぐにカムチャツカへと戻った。彼は長崎での交渉が到着した経験から日本に対しては武力を持っての開国以外に手段はないと上層したが後撤回した。しかし、ブカノが単独で1806年に カラフトのマサキハンの番書、1807年に、エトロフ候補化各所を襲撃する、フボストフ事件、文化ロアだ。フボストフが、日本の北方を襲撃している頃、レザノフは、スペインとの条約を皇帝に諮るため、カムチャツカから出て、ペテルブルクに向けて、シベリアを横断中であった。彼は、コンセプシオンとの婚の許可を、ローマ教皇及び、 スペイン王に懇願する手紙も携えていた。しかし、長年の過酷な航海及びシュベリア横断により疲労し、健康を害しており、1807年クラスのヤルスクで病死、42歳を移る。ほストフ事件により日露関係は緊張する。ドイトシアツが豪語していた武士すなわち、日本の軍事力がロシアの軍事力の前に立ち打ちできず、 その軍事力によって支えられてきたはずの江戸幕府の真に動揺をもたらしたからである。襲撃直後に江戸をはじめ各地に被害が大げさに伝えられたこともあり、やむなく幕府は京都の朝廷、江閣天皇に事件の経緯を報告せざるを得なくなった光樹文化四年六月二十九日上。以後、江戸幕府は自らの維新維持のために内外に対して、 強行策を取らざるを得なくなり、やがて1811年には、ご浪人事件が発生する。レザノフのカリフォルニアへの来航は、ロベイ会社の社員や、会社の奴隷であった、先住民たちが、飢餓に苦しむことへの同情に基づくものだったが、ヌエヴァ・エスパーニャでは、その意図をめぐり混乱が立った。彼が、ロベイ会社を代表して書いた手紙には、北米西海岸を全面的に、ロシアに併合し、 本国から即座に大量の移民を送ろうという意図が現れている。もしレザノフが生きていれば、北米植民地下計画は実行に移されたであろうが、彼が病死したため、ロシア皇帝はスペインとの条約に調印せず、ロシア領アラスカを立て直す彼の改革も挫折し、困窮するアラスカは次第に衰え、アメリカへの売却へと進んでいく。コンセプシオン・アルゲージョは、 レザノフの帰りを待ったまま、誰とも結婚せず、二層となり、1857年に死んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。